車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。5月21日日曜日午後6時を回りました。なんとね、今日が250回目の、記念日なんですね。ちょっとびっくりしましたけど、特にね、何の企画も用意してなくて通常営業です。ごめんなさい。だけど今日ね、これあるでしょ、これオンエアね、これがあるってことは、これはさ、生放送で使うもんだよね、普通ね。ってことはね、近々というか1年の記念、5年か5周年記念日の8月ぐらいにはライブ配信ね、今スイッチャーとかもね手に入れようとして頑張ってるので、ライブ配信したいと思っております。なので5周年の時をね、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思っております。それでは早速参りましょう。この1週間の自動車ニュースフラッシュ。まずはじめに5月18日の月曜日ですね、マツダ CX-3 に一部改良を実施しまして、この日から予約の受付を開始しております。発売が6月4日になりますということで、既存の、ね、2リッターとか 1.8リッター、まあ、2リッターガソリンで 1.8 リッターディーゼル車に加えまして、今回 1.5 リッターのガソリン車が、ね、設定されまして、 FF 車なんと200万円を切る価格からの設定というのが、目玉かなと思います。あとはメルセデスベンツですね、 E クラスカブリオレの改良新型を5月27日に、開催します。ミートメルセデスデジタルっていうね、おそらくウェブなのかな、で初公開するということを発表しておりますということで、まあ、4シーターの、ね、カブリオレなので、まあ、見てる分にはすごく美しいんですよね、4シーターカブリオレ、まあ、優雅ですし、すごく気品もあると。で、まあ、4シーターなので屋根が大体ソフトトップなんだけども、まあ、すごく、まあ、まさに贅沢というか道楽車という形なので、なかなか手に入るとかね、乗る人は少ないんでしょうけども、まあ、完全に見せびらかしとかね、優勝パレード用みたいな、そういう感じにはいい車ですけども、実用的には結構難しいけども、まあ、見てる分には本当に美しい車かなと思います、この4シーターカブリオレね、と思いますね。でホンダの中国部門ですけども、テンセントですね、中国 の IT 集団ですね、バイドゥ、アリババ、テンセントというね、これバットと昔は言われてましたけども、こちらのテンセントとの間で戦略的提携に関する覚書、こちらを交わしたということを発表しておりますということで、まあ、ホンダね、どうしてテンセントなんかと組むのかなと思いますけど、なんか、ね、せっかくやるんだったらさ、まあ、中国部門だからいいんだけども、やるなら日本企業ともちょっとねやってほしいなという気がいたしますけども、まあね、テンセントね、ちょっとね、共産権はちょっと怖いなと思いますけどね。スバル、2020年3月期の連結決算を、メディアとの電話会議によって、発表しましたということで、スバルね、すごくない、これ4期ぶりの増益ということで、昨今ね、もう減益だとかさね、売り上げが減ってるとかってニュースの中、スバルは、増益だということで、まだね、その新型コロナウイルスの影響がそんなに、まあ、軽微だったっていうことと、あとはそのアメリカはね、北米が随分良かったんだね、フォレスター、日本でも有名なフォレスターとか、ちょっとアセントってフォレスターのでかい版っていうか、サイズ的にはランクルぐらいの大きさがあるスバルのやつで、北米とか日本には入ってきてないんだけども、アセントっていう車があって、こちらがすごく、ね、好調だということで、まあ、こちらが全体牽引しまして、まあ、スバルとしてはその日本国内は消費税が上がってしまった10月以降は下がってるんだけども、北米で盛り返して結果全体としては4期ぶりの増益ということで、スバルこれは、ね、立派な数字じゃないでしょうかと思いますね。あとはトヨタ自動車のアメリカ部門ですね、新型のベンザね、なんかちょっとね、ちょっとベンザと間違ってその名前だけども、ベンザっていうのを発表してますということで、まあ、こちら後でちょっとね写真をお見せしますと。で、あとポルシェ911タルガ4と、911タルガの 4S、 こちらの新型を発表してますということでね、共に車両を見ていきたいと思うんですけども、まずはね、ベンザの方ですけども、これレスポンスさんの方からね、写真引用させていただいてますけども、まあ、この車を見た時にね、分かりましたね皆さんね、これね、新型ハリアーですね、日本でいうところの、70ハリアー、になりますね。今度6月まさに来月発売予定のハリアーの、左ハンドル仕様ということでね、ベンザという車になってまして、まあ、これもねアメリカで売られますよということで、アメリカのサイズとしてはちょっとね割とコンパクトな感じなのかなと思いますけども、まあ、アメリカでも出てきますということですね。で、911タルガ4ですね、タルガの方ですけども、ソフトトップ操作、僕ねこのタルガってこの開けんのとかって割と手動なのかなと思って、この後ろの部分がまず上に上がって、で中が出てきてみたいな、こういう Z 字型に折り込まれているキャビンの、ね、スイッチでできるということで、
19秒で樽川から屋根もつけられますよということで、なかなか、かっこいいなと思いますけども、樽川4で385馬力、樽川 4S で450馬力だそうです。まあなかなか、まあ、ポルシェはねかっこいいですね。こういう何でもまあポルシェはかっこいいけどね、まあ、樽川も、好きな人好きでが多いですからね。やっぱり屋根があるとない、このちょっとないとね、すごく開放感もあるし、かつこう何て言うかな、空気の流れも悪くないと思いますので、スピードも出せるということで、タルがいいなと思います。で、2020年5月19日の火曜日ですけども、ニコロオートモビルズ、BMW アルビナ XB7 の日本導入発表&予約受付開始ということで、こちらね、先週のラジオでお伝えしましたけども、アルピナ出てきました。後で写真お見せしたいと思います。まあ、ニコールってなんだというとね、まあ、知ってる方 もうね、このラジオ聞いてる方ほとんどでしょうけども、あれパワーポイント出るのか、ニコールね、これ人の名前、まあ、もともとは人の名前が取ってるのかな。アルピナのね、日本ソウル代理店ですけども、まあ、フェラーリなんかの正規販売代理店もやってますよね。ニコールコンペティオーネ、ですけども、まあ、そのニコールって、まあ、中古車情報誌とか見てるとニコールものということが書かれていて、要は正規の代理店から経由して入ってきた、ちゃんとした車ですよと。どっかのね、わけのわからない代理店が入って、やかこう関わって日本に入ってきた並行輸入のね、個人の並行輸入ものとは違いますよと。つまりメーカーがお墨付きで、販売代理店から入ってきた本物だと、本だっていうことが、このニコール、ね、ニコールものって書いてあるものは、証明されてるってことなのでね、ぜひ中古車販売の時はニコールものを買った方がいいのかなと思いますね。あとは三菱自動車、2020年3月期の連結決算を発表してますと、最終損益3年ぶりの赤字転落で258億円ということで、これね、先週のラジオでお伝えしてましたけども、まあ、三菱はね、最終損益3年ぶり赤字になりましたということですね。で、5月20日の水曜日ですけども、トヨタ自動車ラブ4のロアアームに不具合があるとしてリコールを届け出ております。もう1個あるんだよね、トヨタヤリスですね、ブレーキ制御系に不具合があるとしてリコールを届け出てますよということで、2つともね、まあ、割と新しい車ですけども、ラブ4の方は、まあ、事故自体は起きてないそうなんですけども、車内の、ね、情報によってリコールが出てきてますと。で、ヤリスの方は今回そのブレーキ制御系ということで、車両 のビークルセーフティーコントロール、ビークルスタビリティコントロールか、 VSC ですね、トヨタ車についてますよね、 VSC の不具合らしくて、制御プログラムが、ね、不適切らしくて、まあ、停車中のアイドリング時の振動、二輪駆動用スピードセンサーが車速と誤検出して異常を判定することがあるそうで、まあ、警告灯が点灯しちゃってね、 VSC が動かなくなるということで、VSC って結構冬とかかなりね、効いてる車と効いてない車でだいぶこうね、こうカーブを曲がっていく姿が違うんだみたいなことを僕は映像で見たことありますけども、ちょっとこれね、ヤリスって新しい車なのにね、まあ前回さ、今ヤリスとフィット戦ってるわけで、前回のフィットはもう 4,5 回リコールかかったでしょ。で、まあ今回の勝負で言うと、まずヤリスが一発目リコールかかりましたということで、まあ、フィット対ヤリスのね、中で、まあフィットもリコールかかってくるでしょうと僕は思ってるんだけど、まあ、どっちがね、最終的に、リコールね、リコール勝負はどっちだというところをね、ちょっと注目したいなと思っております。あとこの日ね、イギリスの、まあ、エンジンオートというか、まあ、車で有名なロールスロイス、ロールスはまあ航空機のエンジンがすごくやっぱ主力なんだよね。で、航空機のエンジンのロールスですけども、ロールスロイスホールディングですね、全従業員の2割弱にあたる9000人を、ね、削減するというリストランを出してまして、やっぱ飛行機が飛ばないと、で飛行機の需要が減ってますということで、飛行機用のエンジンが不要になってくると、まあ、生産が、ね、落ちてくるということで、まあ、9000人を削減というリストランね、ロールスロイス、出てきてました。で、21日の木曜日ですけども、マツダがね、マツダの3のセダンですね、こちらに 1.5 リッター直四ガソリンエンジン搭載車を追加設定しましたということで、発売を開始してますということで、スカイアクティブ X じゃないんだよね、スカイアクティブ G の 1.5 ですね、こちらを搭載して、ラインナップにつけてますということです。あと21日は、ね、まだありまして、ルノーが、ね、フランスの3工場閉鎖、あとロシア工場の規模縮小なども検討していることが分かっておりますということで、まあ、販売不振の車も、ね、減らしますよということで、ミニバン、エスパスっていう車があって、ルノーには今のエスパスはまあまあ普通なんだけど、ちょっとエスティマっぽい感じがあるんだけど、昔のエスパスってなんかすごい独特な顔をしていて、こういう車を作るんだっていう、ちょっとね、ちょっと引く感じなデザイン感というかね、エスパスの古いやつね、なかなかそのね、独特な感じがあるので、ちょっとね、見れたら見てほしいなと思います。エスパスって車ね、
あとはトヨタのガズレーシングですね、ニュルブルクリンクの24時間耐久レース、こちらへの参戦を今年は見送るということを発表しておりますということで、これね残念なニュースでしたね。あの今年もねあのレクサス LC での登場参戦予定してましたけども、やっぱりその外出禁止とかという中で、まあ、あの車の開発自体も満足にできてないし、まあ、海外が満足できてないというか、そのやっぱり安全にこれだけそのいろいろ規制の中で、安全のためにも時間もかけれてないし、やっぱりいろいろ熟成とか準備とか、あのいろんな方々関係関わる人たちの安全を考慮した上でのレース参戦は難しいということで、総合的に判断してね今回この参戦見送るということになっておりますということで、これ残念ですけどもね、あのまた頑張ってほしいんだと。トヨタの社員さんとかね、社員メカニックとかエンジニアとかが集まって作った LC なので、こちらねレースっていうとそういうさ、まあ、お金持ちがただやるレースっていうよりはこうねワークス勢が本当に知識と技術の集大成で勝負するっていうところが本当にこの耐久レースの見どころかなと思うんですけども、まあ、ちょっと残念でございましたと。で5月22日の金曜日ですけども、マツダがねバーチャルレースカー RX ビジョン GT3 コンセプト、こちらをねグランツーリスモスポーツ場にてオンラインで提供開始ということになってまして、もうねやってる方にとってはもう、ね、手に入ったのかな、オンラインで提供できた、あの取得できた方もいらっしゃるのかもしれませんけども、ポリフォニーですね、とポリフォニーデジタルと共同で開発してますということで、ポリフォニーっていうと、まあ、GTR とかのねあのサブウィンドウっていうの、あのメーターみたいに出せるじゃないですか、あそことか作ってたりもしますけども、まあ、ポリフォニーね、まあ、本当に、綺麗な映像というか車とか本当ねゲームとは思えないようなね、グランツーリスモスポーツ、まあ、どっかで機会があったらやってみたいなと思います。あとはアメリカのニューヨーク州、自動車ディーラー協会のニューヨーク国際自動車ショーの中止を発表してますということで、本当だったら8月下旬にね開催予定だったんですけども、こちらを中止を発表してますというね、まあ、こんな感じな1週間でございました。土曜日特になりませんでしたというわけで、あのね前回のラジオでドライブインシアターの話をしたと思うんですけども、なんかあれね結構本格的になってきて、アメリカの方ではねドライブインシアターがね結構景況あの公共らしくて、まあ映画をもう車で見に行くと、で車文化がね復権に動いてるということで、アメリカってその昔やっぱ60年代とか70年代ってやっぱさ、そのねあの巨大なアメリカのさそのでかい車とかが走ってて、すごいやっぱ車文化だった、車なのさ。で 今買い物もそうだし、まあ、スターバックスとかのドライブスルーもそうだし、なんだろうもうね PCR 検査もドライブスルーだみたいな感じで、感染予防の観点からもう車っていうのが新しくね、ややその日本だと若者の車離れだとかね、世界的な新車販売がどうだとか言われてたんだけども、ここへ来て車文化がまた再燃ということで、まあ、この新型コロナウイルスによっていろんな生活環境が変わってしまって、まあ、感染予防の中で再び車に注目されたということで、これはね長い目で見たら自動車業界にとっては面白いことになるかもしれないなということで、まあ、日本でもねなんか車で買い物行くんだったらいいじゃないかとね、マクドナルドもドライブスルーだったらいいんじゃないかということで、なんで俺ちょっと車持ってねえよみたいな人たちがちょっと買うかなみたいな風になると面白いなと思いますけどもね、まあ、そういった流れがあって、もうアメリカでは車文化復権という風になっております。あとは世界各地でね徐々にではありますけども、自動車の生産、まあ、工場の再開のニュースがね結構出てきてまして、完全再開ってのは難しいんでしょうけども、フォードも再開してますし、メキシコの方だとマツダとかも工場を動かすとかね言ってましたから、あの徐々にねだいぶ怖い現場はかなりねピリピリしてるのかもしれませんけども、徐々に車の工場再開となっておりますという感じですね。あとはアルピナ見ましょうか。アルピナの XB7、 こちらの車ですけどもね、いやどうですかということで、やっぱりこのねここのアルピナのね、アルピナならではのこのね、リップスポイラーも入ってますし、横丁のこのアルピナっていうのがあんまり入ってないのかなねっていう感じですけど、やっぱりこのね僕のこのリアのここの感じがもう大好きね、このでかい SUV はここの後ろのここがもうかっこいいなと。でどこですかこのでかいアルピナのホイールで、こう3列シートなわけですよ。こう3列目からのね景色がこうなってるわけね。これサンルーフも3つぐらいになってるのかね、なんかすごいけども、まあこういった車があったらさ、そのねちょっとなんかこうね割り込んでこられたりさ、ちょっとなんかウインカー出さずに車線変更してきたりとかしたやつがいても、なんだしょうがねえなっていう感じで、こうおおらかな気持ちでね入れそうでね、あのセコマカしてなくてねいいなと。やっぱこれぐらいでかい車でね堂々とこうね公道を走りたいなと思いますけども、こちらね XB7、何
全長5151メートル、じゃあ5151ミリメートルね、5メーター10センチぐらいで、車重が 2.6 トンぐらいだということで、すげえ重たい車で、でかい車なんだけども、0、100で 4.2 秒ということで、かなり、ね、いいスコアですね。で、巡航最高速度は290キロということで、まあね、すごいね、燃費も 7.2km だと、WLTP でね、で 4.4 リッターの V8 ターボですよということで、621馬力ということで、まあ、すごい車ですけども、お値段ね、2498万円ということで、2500万円ぐらいしてまして、8月から生産が始まって、日本への導入は来年の春からということでね、で2500万円かけてこの車ですよというとこ、やっぱりね、うん、家とか買った方がいいかなっていう気がしますけども、まあ、アルピナ乗れる人はね、本当に希少ですし、いいなと。僕は、もうやっぱこれね、10年後とかでも結構られないそうだもんね。だからちょっとね、ご縁がなさそうな車ですけども、見てる分には本当に最高な、まあ、キングオブ SUV かなっていう感じがいたしますね。というわけで、以上、この1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはね、自動車盗のお話をしたいと思います。自動車盗、自動車の盗むって書いて自動車盗って言うんですけども、まあ、自動車 の, あれだ、ね、盗難の件数の話なんだけども、警察庁が、ね、5月15日に発表しました2020年の1から4月の、犯罪統計、こちらによりますと、乗り物盗っていうのは乗り物の盗むって書いて乗り物盗の認知件数が前年同期比 11.9% 減の 46,562件と大幅に減少したということを発表しておりますと。で、乗り物等って何ですかっていうと、自動車とか自動車、オートバイ、自転車なんかのね、こういったのが乗り物を盗むことを、まあ、自動車等って言って、その中の、乗り物等って言って、その中のさらに車っていうことを自動車等になりますと。ということで、まあ、とりあえずそのさ、自動車等につきましては認知件数が、ね、18.5% 減、前年同期比ね、2009件ということで、毎年その例年よりと比べると車が盗まれるのが2009件、まあ、2割ぐらい減ってますよということで、まあ、非常にその全体的に、車、バイク、チャリンコ、盗む人が減ったということで、おおということで、これね、すごく話としてはいいニュース、話としてはいいニュースなんだけど、当然これをさ、まあ、メディアとかマスコミとか、まあ、僕らもそうだけども、なんでだということで、やっぱこれ新型コロナウイルスと関係があるんじゃないかというふうにね、攻めていくわけ、話を持っていくわけなんだけども、これね、記事、私が読んだ記事によると、やっぱその新型コロナウイルスのね、感染拡大防止でその外出を自粛していたことが影響してるんじゃないかということでね、外出が禁止されてると車の盗難って減るのかなっていうのがちょっとあまりピンとこないんだけども、まあ、言われてみたらそんな感じもするんだけども、一番ね、多かった自動車盗の認知件数が多かったのが茨城で341件、次いで大阪で299件で、千葉で268件と続くんですけども、やっぱその外出禁止だというところであれなのかな、まあ、僕としてはその外国人が入ってこれなくなった、やっぱ外国人窃盗団っていうのが大半なんじゃないかと勝手に思ってるんだけども、で彼らがやっぱりその入国制限とか、ね、入出国制限とかで日本に入ってこれなくなって、まあね、盗まれる車も減ったのかなっていうのと、あと持ち出せないじゃない、今で当然さ、その検閲と検疫っていうの、検閲、要はそのね、船積みすることもさ、そんなにままならない中で、盗んだ車を、ね、外国に持っていくぞってね、こそこそと持っていくこともできなくなってしまってるから、全体的に車盗んだ厳しいなっていう状況に、まあ、窃盗団的にはなってんのかなっていうのが僕は大きくて、別に外出禁止、まあ、外出禁止だから国道とかの交通量が減っちゃってるので、まあ、車が走ってると目立ちますということで、まあ、盗まれた車が走ってても、まあね、容易に検挙しやすくなるみたいなことで、ちょっと盗むのやめるかっていうような作用が働いてるのかは分かんないですけども、まあそのね、外出、まあ、いずれにしてもさ、まあ、車が盗まれるのが減ったっていうのは嬉しいことだよね。で、まあ、外出禁止でっていうと、家に巣ごもりだっていうと、なんか、ね、駐車場の車とかを結構放置しちゃってて、全然乗ってませんとか、最近車自体見てませんみたいなことになると、
結構無頓着で逆に盗まれやすいんじゃないかなっていう気もするんですけども、皆さんでこのどうですかね、この外出禁止と盗難が減ったっていうのはどんな風に考えたらいいのかな、どんな風に思いかなっていうのをもしね、コメントでいただけたら嬉しいです。というわけで、本日は自動車等乗り物等のお話でした。はい、それではエンディングになります。私がね、普段お世話になっている美容師さんがおりまして、今ね、サンバルアルファードの前期型に乗ってらっしゃるんですよ。でそれがね、先週髪切りに行った時に今度ね新型ハリアーに乗り換えるということで、来月まさにね発売になります、ハリアーにね乗り換えるってことで、最終決断でね悩んでおりました。どこのレベルに変えるのかっていうのとか、もう見積もりももらってて、なんかね本当にいよいよ買うぞみたいな最後の決断のところでだったんですけども、今決めると、今っていうと昨日一昨日ぐらいのそのね金土の先週レベルで決めとくと、初回ロットの生産に間に合うみたいで、早ければ7月中の納車がっていうことでね、そちらもこう後押ししてるようでしたけども、やっぱりその一番懸念、悩みのポイントの一番の懸念はやっぱりその室内空間が狭くなることだということで、それはね、L クラスのミニバンとさ、SUV 決めたらやっぱりミニバンの方がやっぱ中広いですよ。中広いし、後部座席とかの広さとか、やっぱエンターテインメント性っていうの、フリップダウンとかついてるとさ、やっぱエンターテインメント性はやっぱ明らかにミニバンの方が多いと思うの。だけど、この美容師さんね、なんでそのサンバルアルファード、やめてハリアーに行くかっていうと、やっぱ冬がね、理由の一つで、結構その家の前がザクザクの雪道になってしまって、でアルファードとかの普通のノーマルバンパーでも下がすると、で輪立ちになってて、結構その腹も打つというところで、なかなかそのやっぱ冬のある一時なんだよね、きっとね。それだけでも相当やっぱストレスがあるということで、ハリアーにね乗り換えようかということでおっしゃってましたけども、でもね、この冬はね本当ノーマルバンパーでは当たるんだよね。マンホールとかも周りが溶けててさ、場合によってそのでかい穴が開いててね、バコーンと落ちると本当にバンパー吹っ飛ぶというか、バーンって割れてしまう。僕も前のアルファードの時に、ね、割れてしまいましたけども、そういうことが起きてしまうんでね、本当冬って厄介で、やっぱ SUV はいいなっていう気がしますね。でさらには今回新しいの車で初回ロットに間に合うんだったら、現行車両モデルチェンジしたての車を最初から乗れるっていうのは、買い替えのサイクル的に考えても一番いいと思うの。途中から買ってすぐにもねマイナーチェンジされてもちょっと悔しいじゃない。だからそのやっぱ変わったタイミングで手に入れるっていうのが、で3年間ごとに周期で考えたり買い替えたりというところでいい波に乗れると思うんで、もし新車にアタックしたい人は、そのやっぱりモデルが変わったタイミングを大事にした方がいいのかなって気がいたしますね。で来月またね美容室行くので、その時に美容師さんどういう選択をしたのかなっていうのをね改めて聞くのをすごく楽しみにしております。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソースでした。